かしあるところに、太郎兵衛さんと次郎兵衛さんという二人のおじいさんがありました。太郎兵衛さんは正直で働き者、左の頬に大きなコブがありました。次郎兵衛さんは欲張りのくせに怠け者、これも右の頬に大きなコブがありました。太郎兵衛じいさんは毎日お山へ行って焚き木をこしらえていました。やれやれ、おやおや、おゆうたちが来そうじゃな。山のお天気、瞬くうちにものすごい大夕立となりました。太郎兵衛じいさんは近くの大木のうつろに逃げ込みました。そのうちに夕立はすっかり上がりました。じいさんは雨宿りの間についいい心持ちで眠ってしまいました。いつの間にか夜、ああ、どこからか音楽が。音の出どころは天狗の酒盛り。人間不正が何をわってまいった。面白いお囃子の音に浮かれて我知らず踊り出ました。私にも一つ。面白いやつじゃ。人間の踊りは一段と興があろうぞ。さあ所望所望。これには大天狗も大喜び。
に面白いことであった。さあ杯を取らせる。ありがとうございます。さて明晩は峠の平でもう一度月見の宴を催す。ほどにそちもきっとも入れ、良い土産を用意しておこうぞ。かしこまりましてございます。これこれこれ、間違いなく来るように何かじじいの大切なものを預かっておけ。あいつの大切なものってのは何だろうな。俺たちには花が一番大切だが、あのじじいにはコブが一番大事らしいぜ。なるほどな。おいじいさん、大天狗様の仰せじゃ。お前の大事なコブを明日の晩まで預かっておくぞ。いやいや、とんでもないこと。これを渡すわけにはまいりません。いや、しながらやさに、さあ、渡しやがれ、お助け。天狗の神通力、おじいさんのコブはきれいに取れてしまいました。さてその翌朝、昨夜の一件を話して聞かせる太郎兵衛さん。今晩お前さんの代わりに俺をやってくれ。俺が得意の棒踊りで天狗どもをあっと言わせ、褒美の品をうんとせしめよ。人のいい太郎兵衛さんは次郎兵衛さんを生かせるのでありました。そしてその夜、植木の殺生には及ぶまい。預かった
った品は貴様に返してやる。とっとと帰れ。こうして次郎兵衛さんは強欲の報いでコブが2つになってしまいました。